おはようございます。本日はアサリ天狗岳の登山口に来ています。まあちょっとここの登山口は駐車場からね結構離れてるんですけど、まあ行きましょう。さて、300メートルほど歩きまして、やっとアサリの天狗岳登山口の標識があるところに来ます。足元気をつけて。はい。こんな標識あったっけな。結構ね広い道が整備されていて歩きやすい、このアサリ天狗岳はね、早々にこの送電線の下をくぐることになります。なんかこの登り始めの登山道一帯の笹が全部枯れてしまっています。笹はね、数十年から100年ちょっととかかけてたった一だけ花を咲かせて、その後一斉に枯れるらしいですね。二つ目の送電線、鉄塔ですね。白山千鳥。あら、あんな橋なんてあったっけな。知らねえ青いだ。3つ目の送電線の鉄塔ですね。道迷いしないようになってますね。山頂はこっちです。いい景色だ。やば。最大高度到達。いい景色だ。もうやっと景色が見えるようになってきたね。もう最高。よし、山頂まで行くぞ。あったあった。
天狗岳山頂に着いたぞ。わあ、いいね。うん、あっちに見晴らし台があるんだな。天狗岳山頂、いい景色だ。よし、行こう。じゃあ山頂から見晴らし台へ向けて行きます。赤物、いいね、かわいい花だよ。見晴らし台です。見晴らせるでしょ、こっち。やば、いいだ。めっちゃ景色いいね。もういい景色ね。